こんにちは、牧原俊之です。この5年間を振り返ることで、1998年という現在を検証する番組、5 Years Ago。 前回と同様、今回も3つのテーマをまとめて取り上げることにしました。今回はテクノロジーという視点から、自動車、オーディオビジュアル、電話というテーマを選んでみました。テクノロジーの最良の友、それは時間です。時間さえあればテクノロジーは確実に進化します。それは5年間という短い時間であっても決して例外ではないのです。それでは自動車の5年前から見ていくことにしましょう。5年前の1993年、日本経済は前年の不況からなおも抜け出せず、もがき苦しんでいました。中でも特に深刻だったのが自動車業界です。人員削減やコストダウンなど、不況を乗り切るのに必死でした。しかしこの年、そんな彼らに思わぬ追い風が吹き始めます。それはドライブコースの充実です。まず93年の夏に芝浦とお台場を結ぶレインボーブリッジが完成しました。その見事な夜景が堪能できる品川埠頭や晴海埠頭には、多くのカップルが車で集結。その周辺は瞬く間にカーセックスのメッカとなりました。そして93年のもう一つのニュースが、関越自動車道の延長です。藤岡インターから佐久まで伸びたことで、東京軽井沢間がわずか1時間40分に短縮。まさに横川や軽井沢が若者たちのテリトリーと化したのです。そうなると、ちょっとお昼に横川まで釜飯をなどという目立ちたがり屋が現れてしまうのも世の常。それに応え、店側もすぐにドライブスルーを作りましたが、その中で実に奇妙なヒット商品が誕生しました。釜飯ホルダー。それは美しい景色を見ながら車の中で温かい釜飯を食べることを可能にしました。これを文明の寄り道と言わずして何と言いましょう。94年、アメリカ、自動車の排気ガス撲滅に世界でも一番積極的に取り組んでいたこの国で、一人の男がある行動を開始しました。ミュージシャンのスティングです。彼は長年愛用してきたガソリン車を自らハンマーで叩き潰し、電気自動車に乗り換え、身をもってその重要性を訴えたのです。このスティングの勇気ある行動にアメリカ中のアーティストやスポーツ選手が共鳴、電気自動車への乗り換えが始まったのでした。一方、我が国でも紀子さまが眞子さまを電気自動車の助手席にお乗せになり、東宮御所内をドライブしていらっしゃるという情報が流れ、例に漏れずワイドショーや女性誌がこれを大々的に報じました。こうした有名人たちの一連の行動が日本人のエコロジー意識を刺激したことは言うに及びません。ガソリン車の2倍以上もする高額な電気自動車が少しずつ売れていくのでした。1995年、木更津と川崎を結ぶ東京湾横断道路がついに完成。千葉と神奈川をわずか11分で結ぶこの道路は、都内の渋滞を大きく解消すると同時に、全く予期していなかった役割を演じたのでした。それは千葉の女の子に生まれて初めて県外の男性から送ってもらうことの喜びを教えたのです。しかし残念ながら片道4900円という通行料金が災いし、それは最初で最後の喜びとなるのでした。1996年、電気自動車の足かせの一つだったバッテリーが小型化し、価格も下がり、ブームに火がつき始めます。しかし若者たちは電気自動車に対し一つの不満を抱いていました。
それは音があまりにも静かすぎて乗った気がしないという点。そこで発売されたのが名車エンジン音シリーズと名付けられた MD ソフトです。フェラーリやポルシェのエンジン音が収録されたこのソフトを車内で再生すれば、向こう外のままスポーツカー気分が楽しめるというわけです。中でもポルシェシリーズは去年のオリコン MD チャートで絶えずトップ10に顔を出しているほどの人気でした。そして電気自動車のもう一つの特徴が思わぬ流行を生み出します。エネルギー効率の関係から車体が小さいため男女の接触チャンスが増加、それに喚起され若者たちがカーセックスを始めたのです。カーセックスが市民権を得たことはその秋に出たアンアンの特集を見れば一目瞭然。そのタイトルはカーセックスで綺麗になるでした。1997年は F1 事務局の大胆な発表で始まりました。エコロジーへの配慮から F1 が電気へ移行することが正式決定したのです。電気への移行によってマクラーレン・日立やウィリアムズ・ソニー、ベネトン・パナソニックといった新チームが誕生したことはすでにご存知の通りです。実況も古舘一郎からフリーになったばかりのファイヤー福沢へバトンタッチ、プロレス中継で名を上げ F1 で大成するというアナウンサー進化論を確立しました。今年に入りとうとうシェアが 50% を超えた電気自動車。この夏には電力不足も心配されており、東京電力は毎週水曜日をノーエコカーデーにすることを検討中だということです。さて次はオーディオビジュアル業界の5年間を振り返ってみることにしましょう。自動車業界同様、この5年間で日本の AV 機器は大きく進化しました。例えばハイビジョンの普及です。それは我々に一つの教訓を残しました。ハードの進化はソフトをも進化させるということです。ハイビジョンの登場によってテレビ番組に大きな異変を生じたことは皆さんもご存知の通りです。まさか画面の縦と横の比率が変わるだけでテレビの世界に大きな混乱をもたらすとは、正直言って私にも予想外のことでした。93年、不況の家電業界の中で特に苦戦を強いられていたのが AV 機器でした。しかしそれを乗り切る新製品が誕生します。これまでカセットや CD を世に送り出してきたフィリップス社が映像の出る CD、 すなわち CDI を発売したのです。やがてこの CDI ソフトは少しずつレンタルビデオ店に顔を揃えていきます。中でも人気を博したのがアダルト系のソフト。なぜなら CDI には返すときに巻き戻しが不要という利点があったからです。もうこれで男性たちは巻き戻しを忘れ、どのシーンで見終わったか悟られ、恥ずかしい思いをしないで済むようになったのです。さらにもう一つ、 CDI には頭出しという強みがありました。無駄なインタビューを飛ばし瞬時にして肝心なシーンを呼び出すことができたのです。翌94年、 CDI は録画可能となり一気に普及します。それは VHS 時代の終焉を意味していました。かつて大切にしていた全てのレコードを焼却し、人々に CD 時代の到来を実感させた坂本龍一。そして今回その役割を担ったのは宅八郎でした。彼が全ての秘蔵アニメビデオを焼却した時、人々は新時代の到来を実感せざるを得なかったのです。1995年、徐々に活気を取り戻すオーディオビジュアル業界、それをさらに景気づかせたのが壁掛け液晶テレビの発売でした。狭い場所にも簡単に設置できるため、
壁掛けテレビの用途は予想以上に広く、お風呂やトイレにつける人が急増。特にトイレユースは奇妙なヒット商品を生み出しました。快便 CD です。美しい映像と音楽によってよりリラックスした状態でスムーズなお通じを約束してくれるというもので、特に人気があったのはウミガメソフトでした。ウミガメが涙を流しながら卵を産んでいる映像は便秘に苦しむ人々を大いに元気づけ、もう一踏ん張りする力を与えてくれたといいます。そして翌96年アトランタオリンピック開催。ドーピング技術の発達によって新記録が続出し、テレビ視聴率は驚くほど跳ね上がりました。それだけ多くの日本人がテレビにかじりついていたのです。そこで爆発的に売れたのが、ようやく20万円台まで下がったハイビジョンテレビでした。当然この頃からテレビ局もハイビジョン番組の制作に力を入れ始めます。ところがソフトの充実に伴い、ハイビジョンに向き不向きの番組があることが分かってきたのです。そもそもハイビジョンの特徴といえば16対9の横長画面、この新しいフレーム比率が見やすい番組と見にくい番組を作り出してしまうのでした。その顕著な例がスポーツ中継です。これまでなら何の問題もなかったテニスやボーリングなどの縦長のスポーツは隙間だらけで適さず、反対にバレーやサッカー、バスケットといった横長のスポーツは最適。こうしたハイビジョン向きのスポーツが流行するのでした。そうした中でハイビジョンのためにルールを変える人たちまで出現。なんと全日本プロレスはハイビジョン中継がある時だけ横長のリングで戦うようになったのです。この時代を見据えた全日本プロレスはハイビジョンでも人気番組となりました。一方、お笑い番組にも変化がありました。横長のハイビジョンはそれまで主流だった2人組の芸をスカスカにしてしまったのです。そこで復活したのがグループ芸。玉川カルテットやチャンバラトリオが再び人気を博し、個人では横長をフルに生かした金ちゃん走りが復活しました。しかし何よりハイビジョンフレームに泣かされたのは現場のカメラマンに他なりません。例えばかつての4対3の時、カメラマンはこのようにして四角を作り構図を決めていました。しかし横長のハイビジョンフレームではどうしても指が離れてしまいます。そこで一つの商品が生まれました。